てっちゃん、お久しぶり。どこのドイツか知らないけど、楽しんで帰ってくれ、ジョリ。めっちゃ距離感置かれた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、海の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、海の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、ミネットさんの青バラ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？青バラ村。もう名前の通り、青バラだらけの村らしいんやけど、飛び森の中で、まあ、一番難しいとも言われとるぐらいの、でやけん。ね、すごいよね。やばいよね。私は一切後輩やっていないからな。無駄に花は多いけれど。はい、それじゃあ、青バラ村に出発。はい、青バラ村に到着。お、早速。早速。夢の世界へようこそ。あなたは今、青バラという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の青バラの世界をご堪能遊ばせ。あ、やばい！やばい！見てこれ、超壮観じゃない？これ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 。あ、やばー。もうなんか、あたり一面。全部青バラ。いや、青バラね、私この飛び森、もう、3年やりよるけど、花の交配とか、一回も考えてやったことがなく、まあ、なんか、カラフルに、今、彩られてるけど、私の村は、いろんな色の花で。一応、この村に来る前に、一回自分の村を一周ぐるっとしてきたんやけど、まあ、たまたまできたような青バラも一個もなく。そう、青バラはね、たまたまでもできてなかった。やばいね。だってこれ青バラを、あ、どうも。青バラを作るために、もう何ヶ月もかけてやっとるけど、それでも盛んっていう人も結構おるっぽくって、ツイッターとかで見よったら。よろしく、青バラ村の青バラ村長さん。えけん、多分ここまで増やすの、まあ、めっちゃ時間かかったってミネットさんも言ったけど、ね、今までにも多分何回かね、ミネットさん、青バラの作り方みたいな動画も上げとったと思うんやけど、でもここまで増えるのやばくない？ね、1号さん。1号さんじゃねえわ、4号さんだ。おや、はじめましたらね、どっから来たんだい？ 1 号猫だし。アユナ村？あんまりピンとこないけど、まあお互い楽しもう、そりゃ。え？日本語さん、前、うちの村住んでましたよね。あれか。村からいなくなったらもう関係ないのか。どういうことやねん。ピンとこないですって。まあ、私はこっちの村で、優雅な生活を送ってるから、アイナ村のことなんて忘れたのよってこと？え、だって私これ、あれでしょ？メイン村の、だよね。メイン村のデートからやってるよね。いや、日本語さんいたはずですけど、たまに商店街来てるじゃん。何忘れてんの？ほら、もう、どこもかしこも、青バラ。青バラ、青バラ、青バラ、やばい。あ、なんか、ちなみに、あの、浜辺の方には、青バラ、まあ、咲かせれてないらしくって、まだこれから、しばらく時間をかけて、青バラを増やして、浜辺にも、青バラをたくさんに、する予定らしいです。やばいね。浜辺まで。どうも、頑張ってくれたらね、水やり。いや、観光会？僕は、今ここにいる理由を探してるのさ。マジかよ。マジかよ、マジだよ。あ、かわいい！何？二人揃ってるんだけど、なんか。カッパ、マリモ。よそから遊びにいらしたんで、あ、女の子なのね。なるほど、男の子かと思ったよ。ここは夢いっぱいの青バラ村です。確かに、夢いっぱいやと思う。どうぞ、心ゆくまで探検してください。いや、やばいね。これはもうなんか、住人も、住人のみんなも、水やりに精が出るね。枯れてはいけないから。まあ、多分綺麗な村常連にしとると思うけど。だってこれでね、枯れたらちょっとショックがひどすぎると思うけん。どうも。え、てかこれあれやんね。住人とか、住人とかさ、引っ越してきて、青バラの上に家建つってことやろ？うわ、つら。え、つらー、それ。どうした、まさちゃん。
めっちゃなんか地味な服着とるけど。見かけない顔だけど、いや、その村から遊びに来た人かな。楽しんでってね、ラン。ラン。かわいい。マサちゃんってこういう感じの部屋？そうなの？なんか、かっこいいね。え？部屋めっちゃかっこよくない？超クールやん。もっとかわいい系かなと。ほら、見た目的にもちょっとポップな感じやん。まあ、屋根はちょっと、シックやけど。どうも。あれか、住人のみんな結構家の中におるね。やっぱり、青バラの上をあんまり踏みしめて歩いてはよろしくないな、みたいな、そういう気持ちがあるんかな。あ、この部屋結構好きかも、私。どうも。めっちゃ泥棒みたいなヒゲ生えとるけど。カール。ヤッホー、もしかしてお客さんかな？カール！あれか、カールおじさんを、なんかこう、イメージして作ったキャラクターみたいな感じ。来てくれてありがとう。夢のような時間を満喫してね、ですだ。ですだ。え、てか、そういう、ふわふわした感じの喋り方なのね。もっとこう、親父っぽい喋り方のキャラクターかと思ったよ。なるほど。なるほど、なるほど。ペーターとかと一緒なんや。ああいう、なんかちょっと、なんていうん？自然というか。かわいい！チューしてる、チューしてる！見て、これカップル。ごめんね。ごめんね。めっちゃちゃちゃ入れに行くやつ。あ、この辺、お、ここは？どなたかしら。あ、結構この辺、住人の家固まっとんやね。おお、てっちゃん、お久しぶり。どこのドイツか知らないけど、楽しんで帰ってくれ、ジョリ。めっちゃ距離感置かれた。久しぶりって言ってんのに。超久々やん、ちょっと。どうした？何？記憶喪失？私のこと忘れないで。なんかこの、花の後輩は、ね、あの、アプリのポケモリの方では、また違った後輩の仕方になっとるよね、あれ。なんか飛び盛りと同じやり方で後輩しても、なんか全然違う花が咲くみたいなのは、ツイッターで見たことある。あ、いつから来たんだろ？まあ遠慮せずにゆっくりしてってくれよ、てっせ。オリバーなんか見たことある。君ポケモリにいる？いるかな？なんか、めっちゃヒゲやね。めっちゃヒゲやね。そして多分、このね、家の中は何も置かれていないんだろうな。暗いし。あ、ほらほら、何怖いんだけど。置いてあるものがなんか怖いんだけど。斧だよ、斧。金の斧だよ。金の斧にベル袋二つ。何かしら、悪事を働いてきたんですかっていうセットやったけど。まあ、多分、ただ単に使ったアイテムを置いてあるだけなんだろうね。あ、びっくりした。何がおるんかと思った。何がおるっていうか、何が生えとんかと思った一瞬。まあ、切り替えよう。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやもうみんなね、ぜひぜひあれよね、この村に来て青バラに囲まれた自分をスクショしてツイッターにあげたら話題になりそう。